般さんにご説明させていただきます。南海学園の人々で有名なここ、ダルナイティの名目の国に、土井用水が珍しい虫の滝が出てくることです。この地域は無限人だと申しますが、ここには悲しい連続が残されております。大和物語によりますと、今の中で、奈良時代に、帝にお仕えになりました宇治様は、帝のご寵愛を驚いたのを恐れて、ダルサエルの小鳥と柳の木に衣をかけて、池に身を投じられました。哀れに呼ばれました帝が、その霊を確かめるために、社を建てられましたが、我が身を通した火を見る忍びの日と、一夜のうちに社を忍びにしたと伝えられております。ちなみに宇治ですが、個人のお名前ではなく、当時、帝にお食事などを披露する旅館客の約束名でございました。その後、宇治では、世の人々にご自分と同じ悲しみを思いをさせたくないと、天使の神様になられたそうでございます。それから、ただいま宇治神社は、天使の神様になられます。この宇治での霊を成し遂げるために毎年中秋の霊に行われるお祭りです。今から約600年ほど前の室町時代より続いております。50年ほど前からは花を獣王という神事があることがありますが、